プロ野球 DNA3、二阪神 DNA は阪神に2連勝で3カード連続の勝ち越しを決めた。1点を先制され迎えた3回、エビナ、オースティンのタイムリーで逆転する。6回に同点に追いつかれるが、6回裏にオースティンが決勝の22号ソロを放った。先発、東は7回8安打2失点、今季最多タイの8奪三振で11勝目を挙げた。 チームは今季9度目の3連勝で57勝57敗6分けとし、7月29日以来の勝率5割復帰となった。東が今季21試合目の登板。ここまで10勝2敗、防御率1.73。前回登板の21日、中日戦では6回1失点で白星を挙げている。1回、西から森下に二塁打を打たれると、 続く大山に先生のタイムリーを打たれ、1点を失う。1回裏、先頭の梶原が相手先発、村上から投手強襲の安打で出塁。海老名はギダで1・2塁とするが、佐野、オースティンは連続三振に倒れ無得点。2回、西から村上、近本に連打を浴びるが、中野を空振り三振に抑える。打線は3回、1・死から梶原が内野安打を放つ。 盗塁を決めると、続く海老名が右線への同点タイムリー二塁打を放った。さらにオースティンの左中間への勝ち越しタイムリー二塁打で1点リードとした。4回、東は佐藤輝を夕日坂本を空振り三振、木浪を有者飛の三者凡退に抑える。5回は西からショート林の失策で中野に出塁を許すも、森下を東五郎に打ち取った。6回、一市から5番、 井上にプロ初の1号ソロを浴び、同点に追いつかれる。その裏、オースティンが村上のストレートをライトスタンド中段へ運ぶ22号ソロを放ち、再びリードを奪った。7回、一死から代打、小野寺、近本の連打で一、三塁とピンチを招く。それでも中野王妃森下を中飛に打ち取り無失点で切り抜けた。8回、2番手、ウェンデルケンが登板。 大山を中飛、井上を一邪秘、佐藤テルを一ロに抑えた。9回、守護神、森原が無失点に抑え、ゲームセット。